あいつら、さくらちゃん。サスケくん、カカシ先生、あざのこと心配ないって言ってたのに。こいつ誰だってばよ。姿形は変わっとるが、ガーラとかいうやつ。こいつがそれだってのか。あいつがサスケくんを。お前、サスケくん、お前はあの時殺し損ねた。殺すべき他者が存在し続ける限り、俺の存在は消えない。死ね、内葉さっち。さくらちゃん、どけ。さくらちゃん、あの目だ。どうした、逃げるんじゃなかったのか。お前にとってなんだ。こいつらはてめえぶっ飛ばすぞ。さあどうした、ぶっ飛ばすんじゃないのか。早く来い。じゃあ、くっそ、ちくしょう、このままじゃ本当にまずいってばよ。絶対みんなを助けるんだってばよ。他人のために戦うのか。だからお前らはその程度なんだ。戦うのに理由なんていらない。お前の存在のためにだけ戦え。害につまらぬ感情などを持ち出す奴らなど死ねばいい。どうして、早く来い。さくらちゃん、すごっ、ガマオヤビンを口寄せするしかねえってばよ。口寄せの術。お前らカエルってやつが大嫌いじゃ。ゲグラ、両生類なめんじゃねえぞ。でだ、あんだけ修行したのに、これじゃ他に手が。俺がみんなを助けなきゃ。俺を倒さなければこの女の砂は溶けない。どんどん完全体に近づいていってる。まだあの術は発動してないか。あの目、砂手裏剣。ごめん、弱えな。どうした、この俺が怖いのか。他人のために戦うか、自分だけを愛してやればいい。多重影分身の術、無限殺人大突破。マジ聞いた。まずは死なない程度に遊んでやる。まだまだ。何なんだこの気持ち。スマッシュリケン。ショック、チクショー。ナルト、こいつにだけは。死んでも負けたくねえ。やれるだけやってみるってばよ。行くぞ、たった今から秘伝体術奥義、渦巻きになると今だ。オッケー、あめ、影分身の術、秘伝体術奥義、千年殺し。見事な一撃じゃわい。取ったんか。斧使
付根の最も防御の薄い部分を狙われるとは、敵図は受けずとも衝撃は吸収しきれない。はあ、ナルト、絶対やるってばよ。多重影分身の術、ルカナ、こいつお、これが渦巻くナルト忍法章の始まりだぜ。おめえ、なかなか見どころあるかな。お前、ごめん。あとはこの渦巻きナルトに任せとけってばよ。ごめん、ナルト忍法章、砂で防御するしかない。訓練団、行くぞ。一体何者だ。こんな奴に負けるはずがあるか。なんだ、あれは。出てきた。完全体が。こいつは、あいつの中に。ナルト、チャクラが、一体さ、羊、これで終わりだ。砂漠草、口寄せの術。あの状況でよく口寄せ。さくらちゃんは俺が守る。渦巻きナルト、楽しませてくれる。なんじゃありゃ。まだお前か。一体何なら。あれは確か砂の資格じゃがな。わしがなんでわざわざあんなやつと。そんなこと言わんと、こいつの言うこと聞いちゃってな、親父。なんでお前が小川なとこおるんじゃが、マキチ。そしたら、あいつが俺をいじめようとしたんじゃ。なんじゃて。わし、こいつに助けられたんじゃ。ほうか。お前を子分として認めちゃろう。それに。してもらうでいい。この最下が、しっかり捕まっとけよ。どんなやだ。すげえ。おもとで、どうする振り抜くんがやっとじゃ。あのさ、あのさ、おやび、向こう側にさくらちゃんいるから、あっち側に行っちゃダメ。面白いぞ、渦巻きナルト。ここまで楽しませてくれた礼だ。本当の力を見せてやる。え、不眠病。枝抜き資格に取り憑かれたもんは一夜とて満、恐ろしゅうてな。じゃけ、普段あの霊媒が起きとるうちは資格は本来の力を抑えられとるんじゃ。どうなるんだってばよ、おやび。やっと出てこられた。これじゃ、止まるじゃ嵐って戦いしてやがる。取れた鉄砲玉。やれ、殺した痛いよ、もう鉄砲玉食らうか。今じゃ。おやみ、しっかり押さえといてくれねえと。けんの、
お前がわしの意志になってゾンビ変化じゃ。変化じゃ。変化の術。あれは。どんどん待ちとる。おやび、早くあいつを叩き起こさねえと。分かってるわい。行くでー。おい、よっしゃ、今じゃねえ。あっ、起き上がれ、この野郎。やっと出てきたばかりなのに。サバッチ、おやじ、おう、なめるな。ナルトもチャクラもすっかり吐き出しとるけんの。お前は俺に殺される。俺の存在は消えない。俺の存在は消えない。早くこの化けたぬきを止めなきゃダメだ。ちょっとでいいから、俺にチャクラを。みんな俺が守る。行くぞ、化けたぬき。ただの頭突きとは久しぶりにぶっ飛んだガキじゃ。この葉舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし、また木の葉は芽吹く。